失礼します。なんか一致してない盛り上げがなかった。名前でもよくでも多分あれパラダって言うの飲んでないパラダって言うの I'm not afraid to die.
わかる。これ下げて。わかる気がなんかフラッシュモブみたいに出てきちゃったんですよ。実はこいつを聞いてないからね。今松田聖子の瞳は、これがもう抜いちゃう、抜いたらごめん、マイクここ抜いちゃう。でも使う使うんです、実は。ここ使います。使うんです、実は。後ではめればいい。これがハブっていうの、さっきハブってなかった。松田聖子の瞳はダイヤモンドと中森明菜の飾りじゃないの涙を歌ったんですけど、この曲、この2曲の中にちょっと聖子対明菜みたいな感じで正反対のことを歌詞で言ってるんですけど、それを分かった素晴らしい人。あのね、君はね、先週ね、この方のソロライブに来てこれやったから、もう絶対手あげると思ってた。そう思ってた。手合わさないよ。グッチャンは手で合わせた。パッシュ。ね、ヒントは瞳を何に例えてるかっていうことなんですよ。わかるかな。はい、みたいな。はい、どうぞ。手を挙げて。はい。ダイヤモンド。ダイヤモンドに、聖子ちゃんは、あ、歌っちゃう、歌っちゃう。ダイヤモンドで、アキナちゃんはダイヤと違うの涙はははって言っちゃってるんですよね。先に聖子ちゃんがデビューしてまして、同じキャラでは歌えないということで、逆キャラでアキナちゃんがデビューしてるので、うん、これを対比させてるという、まあ、だから、まあ、井上陽水さんの、まあ、そういう考えだったんですね。後からそれを聞いてふーんって思って、では皆さん一緒にせーの、ふーん。ありがとうございます。何なんですか。あるで、そんなわけでレディーバードです。で、自信満々に答えようと思った。知ってたあれを生どっちでしょう。白、私がこうしばらく、あの、えみちゃん、白白ってことですか。白って何ですか。これ、あ、そういうことですね。はい、白とはね、あ、うん、ですね、このえみちゃんがずっとボーカルで、ウクレレをマイクで拾うってことですね。私がピアノでっていうユニットだったんですが、最近ウクレレを始めまして、ウクレレデビューしました。冷やし中華の時の頃にウクレレも始めました。冷やし中華始めましたって、ウクレレ始めました。6月29日に。ここはね、これが可愛くて、可愛いね。ハートで買ってしまっちゃいました。だけどなんかフィックアップが全然なくてすいません。でも、あの、一生懸命頑張ってまして、もうウクレレで歌える曲が50曲以上になりまして、あの、1日 2曲くらい。そう、ちょっと毎日 YouTuber、 さりげなく YouTuber なんで、毎日1曲ずつアップしてます。へえ、そうなんです。すごいんです。で、あの、もし、あ、もしよろしければ名刺がありますので、はい、はい、YouTube のアドレスが書いてある、はい、限定3枚です。なんだ、あの、冷蔵庫に貼れるタイプになってるんです。マグネットになってる、水の110番、そういうやつで作りました。あの、破り捨てられないように考えて、あの、そのマグネットで作ったんです。なんかまだちょっと6月29日なんで、まだ2ヶ月経ってないんで、あの、生温かく見守ってください。生温かく見守ってください。では、私たち の最初に2人でユニット組んで初めて歌った曲ですけれども、はい、白い色は恋人の色、ベッツ&クリス、聴いてください。Thank you.
ここでちょっとお礼を、あの私たち、今年の10月28日の日曜日に、今まで代々あのハートバンドさんがものすごいあのクオリティの高い手作りの衣装でやってきたハロウィンからハロウィンバトンを渡されて、もうものすごいハードルがもうこんな天井ぐらいまであるところで突き抜けております。そうそう、突き抜けちゃってどうしようかなと思って。クオリティ高いし、でしょ、高すぎて、そうだ、ね、すごくてどうしようかなと思って、でだから逆にみんなすごすぎて演者さんがなかなか集まらなくって、で私たち一応中森明菜のカバーバンドをやって、それで出るっつったらもう一組中森明菜のカバーバンド出るっつってダメじゃんとか曲が被らないようにするだけで精一杯 でその二組しか決まってなくて、でどうしようかなと思ってたら、ありがとうございます、ありがとうございます、スペースシップさんとおかっぱさんが今ありがとうございます、出演決定でございます、ありがとうございます。もう今ここで言ったからキャンセルはなしもうここでね、YouTube で流れたので、はい、あのクオリティの高い、コスプレをよろしくお願いいたします。あの誕生日が近い人も3人いるんで。そうなの？そうなの？私はあの私以外の2人しかいません。ちなみに私はハロウィンが誕生日です。ここにすいませんね。ということで告知は終わります。告知もう一個あるけど、また後でします。はい。
ました。名前変えたから ね、ありがとうございます。ずっと今度聞いた時ずっと二人連絡してんだから。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。いや、私がこんな6月29日からウクレレを始めた初心者なんですけど、私たち偶数月の第2木曜日にズイアンさんで、劇場レディーバードっていうのをやらせていただいてたんですけど、まあ、新たに名前を変えてウクレレ一緒にやろうよってことで。あ、そうなの？マジで？まあ、タイトルは気軽に変えられました。ウクレレを始めてちょっとお家で練習してるけど、ちょっとここでやってみようかなっていう人がいたら、ぜひ第2木曜日にウクレレを持ってレッツラゴーってことで。でもちろんベテランの方もぜひいらしてくださいということで、もうお声掛けをしております。よろしくお願いいたします。プロのともちゃんがねピアノを合わせてくれるので、だからウクレレ持ってお家でくすぶってる方はぜひ。やっぱりね、人前でやるとね、ちょっとね、勇気が出るんで、私と一緒にやりましょう。ということで次の曲ですが、皆さん知っていると思いますので、一緒に歌ってください。ここでソロで1曲ずつっていうコーナーですね。はい、ではまず私からオリビアを聴きながら、はい、お気に入りの歌。
と思います。一人でね、ソロライブとかやもやられる方なんですよ、智子様は。でも私はあの今まで智子様なんです。私はいつも智ちゃんがやってる時は一人でぼーっと立ってたんですけど、ウクレレを持ったからいよいよ今日一人で やることになって、このクオリティの高い歌の時に合わせて何をやればいろいろ考えたところで、ちょっとあのママが三味線をやってたってことにちょっとヒントを得て、あの、まあ、ウクレレなんですけどちょっと演歌を歌うことにしました。いいじゃない、ねえ、あのコード弾きしかできないんで、はい、彼女はあの演歌も洋楽も歌謡曲も何でもできる人なので、音がもうボーカルで何でもできますので、だからウクレレのコードを歌で書き消したいと思います。コード間違いを、はい、あの手拍子であのごまかしてください。よろしければ、はい、明るい演歌にしたので、ごまかすんじゃなくてみんなで後押ししますから、はい、はい、じゃあ、あの聞いてください。はい、じゃあ曲名は言わなくていいですね。はい、一応ジュオなんてジュオっぽい曲をやって終わりにしたいと思います。はい、
とうございます。ありがとうございます。いや、みんな、トイレ仲間、やっぱトイレ仲間、やばい、やばい、トイレ仲間、いや、ほんで、レディバーさん、どうもありがとうございました。なんか演歌をね、入ってたらいいですね。お待ちしたら宴会になっちゃうんだけどね、そういう場でしたので、ちょっと皆さん、本当大いに盛り上がってください。続きましてね、35分あたりからですね、実はちょっとスペシャルタイムを設けてますね。今日は、